皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。約100年前、イギリス王室はエドワード8世の行動による影響に対処しなければなりませんでした。イギリスの上流社会に衝撃を与えたエドワード8世が起こした騒動といえば、皆さんは王冠をかけた恋としてもよく知られ、彼の王位からの退位につながることとなったアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を思い浮かべるかもしれません。しかし、今日お話しするのはウォリス・シンプソンとの結婚の話ではなく、エドワード8世がもっと若い青年だった時のお話、エドワードとあるフランスの遊女との関係についてのお話になります。マルグリットは1890年にパリの労働者階級の家庭に生まれました。父親は運転手で母親は家政婦でした。マルグリットは普通に生活していましたが、ある日路上で遊んでいた時に弟が大型トラックに轢かれて亡くなってしまいました。マルグリットは彼をきちんと見ていなかった責任を両親に責められ、寄宿学校に送られました。そこで彼女は修道女たちからひどい扱いを受け、歌の授業以外にはほとんど教育を受けられませんでした。16歳の時、修道女たちによって奉公に出され、マルグリットはそこで浮気の末に妊娠し、レイモンドという娘を出産しました。修道女たちは妊娠したマルグリットを追い出しました。その後数年間、彼女はあちこち転々としながら、幼い娘の世話をしていましたが、やがて養う余裕がなくなり、田舎の農場にその娘を渡すことになりました。マルグリットはその後多くの裕福な家庭での奉公の役割を果たしていましたが、より多くのこと、より良い生活を望む若い娘の多くがどのように生活しているかを知り始めました。そういうわけで彼女は当時5時の女性と呼ばれていた高級エスコートの女の子として働き始めました。今でいうパパ活女子みたいな感じなのではないでしょうか。マルグリットは性的な義務を果たすだけでなく、裕福なビジネスマンの旅行やディナーに同行し、上流階級のより多くの人々と出会いました。やがてマルグリットは評判の高い売春宿のオーナーであるマダム・デダンの下で働くようになりました。1907年になるとマルグリットは初めて長期的な関係を築き、裕福な男性や既婚男性との関係を利用して自分のためにお金を稼ぐことができるようになりました。彼女の最初の男性はアンドレ・メロールと呼ばれ、成功したワイン商人の息子でした。彼は既婚者でしたが、当時は愛人を持つことが許されていました。マルグリットは豪華なアパートを与えられ、アンドレは彼女の贅沢な生活の費用を負担しました。二人は結婚していませんでしたが、数年間一緒にいたためマルグリットはアンドレの姓を使い始めました。マルグリットはアンドレとの交際をしている間もメゾンドランデブーでの仕事を続け、娘を養う余裕ができたので農家に預けていた娘を取り戻しました。1913年頃、アンドレがマルグリットと他の男性との関係を強く嫉妬したため、彼から離れ新たな仕事場であるソニア・ド・テバル夫人の家に移りました。この家は前の家よりもさらに高級で、マルグリットは有名人のようなステータスで最も人気のある女の子の一人となり、社交界で有名になりました。マルグリットはすぐにイギリスの貴族やフランスの貴族をもてなすようになり、莫大な金額を稼ぐようになりました。彼女の最初の注目すべきクライアントの一人は、ココ・シャネルと関係を持つ前のウェストミンスター公爵で、公爵をもてなした後、マルグリットは彼のきらびやかな社交界で知られるようになり、パーティーやイベントを主催しました。これらのつながりを通してマルグリットは、プリンス・オブ・ウェールズのエドワード、後のエドワード8世に紹介されました。イギリス王ジョージ5世の長男であるエドワードとマルグリットは、エドワードが第一次世界大戦のためにフランスに駐留していた1917年のパリのホテルで出会いました。
若い遊女マルグリット・アリベールを紹介され魅了されたエドワード。どちらかというと慎重な環境で育ったエドワードが、両親の束縛から解放された戦時中の滞在中に、パリのデュミモンドの快楽への道を見つけたのは、驚くべきことではありませんでした。マルグリットは20代後半で小柄で、長い赤褐色の髪と、卑猥で挑発的な魅力で刺激的なサービスを提供し、すでに男性を楽しませる一通りの経験を積んでいました。やがて二人の関係は性的なもの以上になり、ホテルのロビーで一緒におしゃべりをしているところをよく目撃され、露骨なラブレターをたくさん送り合ったりしました。その後の18ヶ月間、エドワードとマルグリットは恋人同士で、エドワードがパリにやってきた時はいつでも会い、そこでシャンパンを飲み、ロールスロイスで街中をドライブしました。しかし戦争が終わると二人の関係は終わり、エドワード王子はイギリスに戻り、エドワードが新しいイギリス人の愛人へ気持ちが向いて、マルグリットとの関係を断ち切った時、彼はマルグリットに手紙を破棄するように頼みましたが、彼女はそうしませんでした。それどころか彼女は彼を恐喝し始めたといいます。エドワードは顧問のジョイ・リーにこう言いました。あの血まみれの手紙、そして1年以上前にあなたの忠告を聞かなかったなんて、なんて愚かなことか、と。エドワード王子との関係が終わった後、マルグリットはシャルル・ローランという男性と結婚しました。その関係は数ヶ月で終わってしまったのですが、マルグリットはなんとか多額の離婚調停を取り付け、その時までに広大な土地を所有し、2台のリムジンを持っていました。彼女は娘のレイモンドを優秀な寄宿学校に通わせる余裕さえありました。この頃彼女が出会ったほとんどの人は、彼女が遊女であることを知らず、彼女は社交界の女性に溶け込んでいました。1921年、マルグリットは次の征服のために地中海を渡って神秘的なエジプトまで目を向けました。若いエジプトのプレイボーイ、アリ・ファーミー・ベイはプリンスとしてパリでよく知られていました。アリ・ファーミー・ベイはエジプト社会で非常に高い地位にあったため、実際には王族ではなかったのですが、王子と呼ばれていたのです。最初二人はエジプトで出会いましたが、数年後、アリがパリに旅行していた時、関係を始めました。しばらくの間二人はフランス中を旅して楽しんでいました。やがてマルグリットは、アリと一緒にいるためにエジプトに移り住み、1923年初頭、マルグリットがイスラム教に改宗した後、カイロで結婚しました。こうして、この夫婦は少し飾り立てて、王子と王女ファーミーとして知られるようになったのです。アリ・ファーミー・ベイとの結婚後間もなく、マルグリットの状況は崩壊し始めました。アリは、妻をコントロールするために、厳しい規則とエジプトの伝統を課し、他の女性とも結婚し続けました。マルグリットは結婚に同意したとき、新しい国の習慣を知らず、服装の規則や夫が他の妻をめとることが許されているという事実に非常に不満を持っていました。マルグリットはシャネルの服を着て、カルティエのジュエリーを身につけ、バンクリフ&アッペルとルイ・ヴィトンのアクセサリーを身につけていましたが、とても不幸でした。マルグリットは日記をつけ始め、夫との絶え間ない口論や、夫が彼女に対して非常に支配的になったことを書きました。彼女は彼女がしたくなかった性行為を強要されたことについてさえ書いています。結婚生活は急速に悪化し、夏のシーズンにはマルグリットはあざだらけで顔に傷を負っているのが頻繁に見られました。マルグリットは彼女にとって異国の地で夫によって彼女には想像もつかないレベルの支配を受けていたと後に述べました。ある夜マルグリットは夫と一緒にオペレッタを見た後、サボイホテルの部屋へ戻ると激しい口論になりました。口論の最中、あるいはその後にアリが背を向けた時、マルグリットは夫の頭、首、背中を打ちました。マルグリットは逮捕され、夫は病院に運ばれましたが数時間後に死亡しました。さて、マルグリットの逮捕のニュースが公になると、イギリス王室はパニックに陥りました。
1922年にエドワードはエドワード8世となり、すでにイギリス王に就任していました。マルグリットは数年前のエドワード王子からの手紙をすべて保持していたことが判明しました。手紙には王室や戦争に関することや性的な詳細やコメントが満載でした。英国王室はこれらの手紙を漏らされたり、エドワードがこのフランスの遊女と関わっていたことを人々に知られたりするわけにいきませんでした。もしマルグリットが殺人罪で有罪判決が下されれば、イギリス王室にとって破滅的な結果になるだろうということが予測でき、それゆえに当局はマルグリットの無罪放免を望んでいました。イギリスがその気になれば反エジプト感情をかきたて、マルグリットを無実に見せかけ、彼女が自己防衛のために行動したように見せるのは簡単でした。かつてイギリスの植民地だったエジプトは前年にイギリスからの独立を宣言したばかりで、そのためエジプト人は白人の上流階級の人々から政治的成り上がり者やトラブルメーカーとみなされるようになっていたという背景もありました。裁判が進むにつれて、マルグリットの弁護をしていた有名なエドワード・マーシャル卿は、エジプト人のアリ・ファーミー・ベイが恐ろしく虐待的な男であることを法廷に納得させることに時間を費やし、マルグリットは大衆の同情を動かすことに成功しました。裁判が始まると、マルグリットは自分の武器が白人女性であるということを知っていたので、自分を有色人種の犠牲者として人種差別に満ちた証言を繰り返しました。全身黒ずくめの服装をしたマルグリットは脆弱で絶望的な白人女性として裁判に登場しました。夫の不適切な扱いを詳細に説明しながら激しくすすり泣いて、暴力的な性交から外耳核を発症したと述べ、虐待する夫の手から救われる必要のある弱い白人女性であることをアピールしました。マルグリットは自分が被害者として現れたら、他の白人が彼女を気の毒に思い、彼女が受けた虐待に復讐したいと思うことを知っていたのでしょう。彼女が彼を殺した時点で、マルグリットは夫が彼女をレイプしようとしていたことを主張しましたが、証拠はかなり異なっているように見えました。彼女は彼を豪華なスイートルームでなく、外の廊下で犬のためにしゃがみ込んでいるところを撃ったからです。3発の銃弾は至近距離で彼の背中に命中していました。ですがやがてマルグリットに対する告訴は全て取り下げられ、無罪が宣言されました。噂によると、イギリス王室は裁判官を説得し、エドワードの手紙集を返還する見返りに無罪を宣言させたとも言います。その結果、エドワードとマルグリットの手紙と秘密の関係は1世紀以上も埋もれたままでした。その後、マルグリットは夫の財産をエジプトの家族から奪おうとしましたが、失敗に終わりました。しかし彼女はすぐに元の生活に戻り、パリで新しい恋愛関係を持ち、殺害された夫の称号と地位を自分の利益のために利用して、マルグリット王女またはファーミー王女として知られる裕福な女性として残りの人生を過ごしました。一方、エドワードは1936年に王位を退位し、その後ウォリス・シンプソンと結婚するためにウィンザー公爵として知られるようになりました。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき旅館の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。